is a kitchen! Nobody calls me chicken! と言ったら、わーおー、ドラゴンボール、あ、ドラゴンボールじゃない。お、びっくりし、あ、な、この、このなんか立ちはだかっているやつが、ゾンビかと思った。あー、ここ、え、ここはまだ電力通ってんのか、それともあれかな、風でくるくるくる、くるくるくる、一本指でハック。このネタばっかりやな。うわうわうわいっぱいとおねんねの時間です。向こうからもなんかいろいろ来てるね。ということで、ブルーフォースでございます。今回もツアーガイドをね、たっぷりしっかりともっちりとやっていきましょう。ドーナツだけにね、うわうわいってタッチいってポッチ。まあ焦げまくっているということで、まあ、たくさんのね、まあゾンちゃんたちがいっぱいいっぱいいるということだったんですけれども、まあ今回も巨乳をプル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  H カップ揺らしながらですね、まあツアーガイドやっていこうというところでございます。はい、まあこれまでのねツアーガイドっていうのはやっぱりね、一個一個ねチク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 見ていかながらね、シク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 やってたということなんですけど、パーティーステージやってこうです。ステージパーティー、パーティーってどんなステージなんだろうな。ホッグヘブン、ホッグって豚って意味なのかな。うおー、なんか今回のあれですね、ロケランっちゅうのがなんかすごいこう燃え上がるのがブワーって。ちなみにこいつはやっぱり来たー、エクサブレタブル226、どこにでもいるよねこいつね、本当に。で、優勝で、ここカチョンコってやって、こうチョコンってカチョンってチョコンってコチョンってやっていきましょう。で、開けてー、こいつはただの酔っ払い、あれあれ、こいつって起き上がらなかったよ、酔っ払い。こっちに行ってふっと振り返ると、ああ、やっぱ蘇ってきたー、酔っ払いが、この野郎。あ、隊員が死んでる。これは、あれなのか、アンブレラーなのか。ああ、なるほどね。もう燃やしたことによって、頭がはぎ散らかしているっていうことですね。で、こっちに、ちら?はっ!やばい!こっちに来ている!助けてくれ!よいしょ、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 ちら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 、わあ、ひゅー!ドゥーン!ダイナミックダイ!で、こっち戻っていくと、ムーンズドーナツ。今拾ったアイテムたちは一旦ちょっとじゃあしこっとこうか。しこ、しまっとこうか。はい。で、こっちで行って、で、糖質を食べすぎて睡眠欲に勝てなかった、食欲には勝ったけれどもっていう人たちが、まあ、いるというところで、ここら辺をちょこん、ちょこん。なんか、あれだね。ボタン押しすぎて、増えて帰ってきたから、増殖機能ついてるみたいな、そんな気がしたけど、そんなことはない。あ、そんなことはない。で、こっち向かって行って、で、ここの中で、デローンってやっていきたいんですけど、まあ、ケイト・ブラザーズ・ライド・ウェイの前に、こっちですね。はい、で、こいつらっと、で、こいつは起き上がるーでん、あ、危ない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 。やばいやばいやばい。美女と巨乳に発狂したね。Don't leave me alone.Choose your medicine anyway. で、9、3、7ですね。はい、OK。警察官がぶっちゅぶっちゅ、うわぁ、これは即死っすね。即死してるはずなのになぜかこう、ねえ、直立不動で。これ直立不動でおかしくない？だってさ、普通にさ、くの字にグニって、うわ、来たー。うわ、来たー。で、これで飛んでった？飛んでったね。はいはい。こいつはさ、なんかかわいそうな気がする。というのも、ねえ、だってほら、ここに立ってて、なんか救急車っぽいのが突っ込んできて、こう引かれてドーンって出し、多分運転席にいたからっていうので、こっちに飛んできたっていうことは、まあちょっと考えにくいかなと思うんですけど、うん。で、ほんで、こいつに関しては、死後硬直でこうなったっていうところなわけないよね。クオリティサービス、サティスフェクション、うん。まあ満足するっていうことね。152ドル。何がスペシャルプライス、あ、じゃあ 1.52 ドルか。この点、このさ、マークの上のチョンはさ、1点なのか、それともたまたまついちゃったゴミなのか、あれなんですね。でも薬屋で152ドルって何言ってんのって話ですよね。あ、でも全部点ついてんの。あとこと 2.40 ドルか。はい。で、相変わらずのブラウンカーンテレビ。Call me! ここに電話したら何か起こる ?Wonderful! 薬屋にこれって何のね。Escape to...エクスタシーか。え、絶頂を迎える、うーん、気持ちいいって、なんか誰かが言ってた気がするんだけど。で、こっち行って、エイグルスパスショップ、エイグルスジュリー、イーグルってどっち、あそこに足が見えてるぞ。あそこに足が見えてるってことは撃っちゃえ。イーグルどっちだっけ、鷹だっけ、ワシだっけ、どっちだったっけ。
これは鳥屋さんなの、それともそれだけを売ってるお店なので、そのことよりもこれ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  Don't get caught off guard。 いやー本当にママと子供は美しいですよ本当。 Happy family。 でこっち行くと、あら、さっきまでなんかいろいろムシャムシャしてたはずなんです。全部が燃え散らかしてる。これ行き過ぎると、ここはあっちあっちならないのね、燃えてる。あれあー、バーニング。おー、なんか下から入ってきた、生きてるこいつと思うじゃん。上力尽きちゃいましたね、残念でしたね。やっぱ燃えた、燃えピピピってよ。レッドストーンファーマシーでプレジデントドーツ、それはアシュリーだな。で、こっちに向かっていくと、まあ、中身で、ワッショイワッショイやってる奴らがいるということなんで、まずはこっちに向かっていきましょう。で、こっちの方で、特に、萌え萌えピピピ、萌えピピピ、で、ふにゅ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 にここはなぜかここは外されてるんだよ、ね、他のやつ全部ちゃんと格納されてる、なぜかそこだけは外れていないという、なんかちょっと摩訶不思議つっかもおぜってやつなんですよね。で、赤ちょこちょ、赤ちょこ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 ちょ、カタン。で、こっち開けてピコン。で、キュッキュスプレイ、クックスプレイで、めっちゃここ拾えんな。で、ここ開けて、こっち、ちゃちゃちゃ、こっちカチョン、せーの、ペキン。で、シャッガン。これってカスタムできるんだっけ、これが限界だったっけ。あー、モテない、まさかのモテモテ PPP、 モテ PPP だったね。仕方がないですね。とここでタバコ吸って、まあいいんだけど、この時代多分あんまりタバコの規制とか。あ、メッケこの野郎、お前どこにでもいんな。 RE2 にもいたしよ、ってことは。でもあのハイゼルとかも多分ね、よくよく見たらあれなんだろうな、あの RE2 から移植してきたギミックなんだろうな。だから RE3 はそういう意味でもさ、ストーリーも短いけどさ、 RE2 からの引っ張ってくるのが多すぎるんだよね。まあ効果音とかだったらまださ、慣れ親しみとかがあるけど、ギミックダメっしょね。ギミックっていうのが、これなんて言ったの、モニュメント、うん。で、これパシャって取ったらさ、あれだろう、ダメージ食らってさ、うげ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 ってなるやつだろ。こっちピキーンってなってんで、こっちあいつが蘇ってこない。とりあえず見ましょう。おめえも RE2 の警察署に見かけたことあるぞ。うん。で、まぁ、ちょっと上行きたいんだけど、その前にアイテムを預けて、こうやってなんか、これ、ダメだ。ズオー、なんかあのズオーって燃え方あれだね。バリオ RE1 じゃねえや。RE1 やってほしいけどな。RE1 やってほしいけど、RE1 にはならないんだな。あのバイオリメイクのさ、やつに似てる。あのリメイクの、あのクリムゾンヘッドにならないようにズオーって燃やす瞬間のやつ。うん。ライターかな。で、こっちチラッと行って、なんか待って、今さ、葉っぱに観葉植物に触れたんだけど、超カチカチだったっていう感じ。で、こっちに戻っていって、あれこいつって、警察官がこれ運ばれてる状態なんだ。あー、これはあれだね。蘇ってくるんだけど、燃え散らからない感じですね。ここら辺でも、うお。なんかって、なんか下にいない？下に？いないか。なんだ。なんか死体が這いずって上にうえーって登ってくるのかなーと思ったけど、そんなことはなかったね。ここ上カン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 とか登ってったら、すごいなんかショートカットができそうな感じがするんだけど、そんなこともないというところですね。で、こっちの方はなんか地下に行きたいけど行かせませんよっていうくらいね、あの詰まってらっしゃるというところなので、で、ここにいろいろとハーフホール、どっち？ハーフのホールのどっちなの？で、こっちチラッと、うわー、バレちゃったー。で、ここはドア開けるのかな。あー、開けねえ。あー、これは爆風関係ないですね。爆風スランプ、あかれちゃん。あかれちゃん？あられちゃんだね。で、なんか、出てきたような気がするんだけど、気のせいだったということですね。花でかっ。なんかあの、ゼルダの伝説、時のオカリナに出てくるガノンみたいな花だったね。ね、通称、豚っ花。で、こっち行って、何にも面白くないね。で、あー、どこにでもあるボストンバッグと、ほう。お花きれい美人ちゃんと、で、これあれだね、あの、お母さんの白髪をブチブチ抜いている、あくまでかわし、あくまでかわいい天使ちゃん。かわいそうな男子のあれだね。遺言だね。で、こっちピキッと開けると、937、10じゃないよ。937、えん、Thank you!That's right.
HG。え？ハードゲアでーす！うわー！で、こっちの方に行くと、下は別になんかあるわけでもなく、ここでね、倒せないけどなんか立ってるゾンビとかいてくれたらなんかまた面白かったりして、まあ、そんなこともないということなので、こっち向かっていきましょう。で、ここにいる方々は、蘇ってくるはずだよね。下からチュドンって撃ったけど、それは別に通用してないとこはずだから、あ、これ拾っただけで合体させることはできない。で、ここからね、あれですよ、蒸気が湧してるんですけどね、ここブオーって炎燃えたら、うわーってなってんで、しょっぴーってなる。ふっちふっちあれよいしょ。こいつも、ほいっちあれあれみんな燃えてる。ドゥワドゥワなんだあれじゃあここあれか下からぶっ放した時にもすでにお亡くなりになってたっちゅうことかなでここにいるのは蘇ってないねよいしょじゃあ降りましょうおおおみんな見て見て見て注目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 ほらこんなライトに照らされるブラ線あんまりこういうことって直接ストレートに言っちゃいけないのかもしれないですねうんで相変わらずどうやって倒れたのかよくわかんない感じになっちゃってるけどシューマンこれねこれ怖いっすよねあれこれ喋ったっけ俺喋ってないよねほら、こういうピエロとかがさ、こうなんかなってたらいいんだ。自転車とかに乗ってさ、で、笑いながら漕いでこっちに向かってきてさ、ヒーヒーヒーって言って、で、キキキキキキーメイクチョイスとか言って、めっちゃ怖いやつなんだよね、ほんとに。で、ドゥルルン、ドゥルルン。もはやゲームと映画が変わっちゃって、お注射よどうなっているのか、うん、まあ、どうも、あ、違う違う、何を言ってるんだ。で、よし、じゃあ、ようやくこの境界線の向こうに行くことができたので、ここだけパキンと割っておきましょう。誰かいるの？私だよ。あ、いいな、キャンピングカーだ。そうなんだよな、キャンピングカーいる。あ、でもこれあれだな、なんかジャッキー・チェンの映画で2000年くらいだったかな、ナイスガイっていう映画があって、色は黒なんだけど、なんかこの形をしたボックスカーの中でジャッキー・チェーンがめちゃめちゃ戦って、で、なんか麻薬をやってるギャングなのか、マフィアなのか、ただのヤンキーたちなのか、ヤンキーがまあでも、あれだね、役に手を出して商売広げるってことは、まあ考えにくいから多分、うん、あれなんだろうけど、あ、普通に考えてね、まあちょっとやばい連中の集まりみたいなのと、が、あの中で戦ってて、で、サモハン・キンポーが出てきて、で、サモハン・キンポーが、ボコボコにされてかわいそうみたいな、そんな感じなんですよね。あ、ちょ、あ、ね、これと、で、これ、あ、で、これ、え？なんか、操作がうまくいかない。で、こいつ預けて、で、ハンドガン HG とハードゲイをしますと、OK。で、これ預けて、んで、グリーンハーブで合体で預けますと。オッケー、じゃあ行きましょうか。ファッションショーディン。お兄さん大丈夫ですか？お怪我していらっしゃるんですか？今すぐとどめをさせてあげるから、お待ちくださいね。はい、その傷口のところに。完成してるよってないよっていう人ほど酔ってるみたいなね、そんな多分ね、感じになってると思うんだよね。なんてことするの？でも私の出番をこいつに奪われたかもしれない。スターズのやつはなんてやつだ。貴様の名前はサイモン。なんかあれなんだよね。年食ったさ。生かしてもゾンビ。こいつやっぱりあれだよ。やっぱサイモンだな。名前なんだったっけあの人。忘れたな。一番似てるシーンがあれなんですよ。バイオハザードじゃダイハード3に出てくる爆弾テロリストのリーダー。名前なったっけな、ライオンキングに出てくるスカーの声とかやってる人なんですよね。あとね、ロリコン。なんか、ロリータっていう映画で、ロリコンで、再婚相手についてきた女の子にこう恋しちゃったっていう役の男の人だったんですね。まあでも、綺麗な顔してるだろ。こいつ、死んでるんだぜ。で、トレーニング記録。91.5 キロ。7月10日。で、7月に、おう、2週間で3キロ。じゃあ、2キロ。ん違うな。2.4 キロ痩せた。うわ、羨ましいな。俺もあと、痩せたいね。もう少しで減量が始まるからね。もうなんか、やっぱり、体重を増やすと、筋肉を、なんだっけ。筋肉も増えてって、こう扱える重量が上がっていくっていうのはすごく嬉しいんですけど、その一方でやっぱりね、どんどん、ね、自分にとってね、嫌な見た目してるからね、そんな話はどうでもよくて、で、そっから3週間後に約、3キロ落として、さらに、
1ヶ月半くらいで、4.2 キロ。すっごい落としたな。てか、でもこのマーフィーがさ、すごいね。82キロもあるんだ。人は見かけによらない。あんまりこう、なんかね、こう、二の腕じゃねえや。二の腕か。もう、なんかもっこりしてるとか、そんな感じはしないのにね。まあ、人は見かけによらない。ちゅうわけで、この先進んでいきたいなというところなんですけれども、一旦ね、この辺りで終了とさせていただきたいと思います。オープン88ガレージということでね、9ボールがあったからってことは98と来たところで、どっかに7があるかもしれないので、皆さん7を探しながら、次回観光ツアーをお楽しみいただけたらというふうに思います。ということで、ね、今回も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしく。ではまたお会いしましょう。ラジオ聞きながら、ボイボイ。